毒魔法弁パート2敵のいる病気例えば感染症ならば細菌やウイルスをやっつけるという考え方が成り立ちますしかし敵のいない病気それは慢性疾患生活習慣病のような形で現れます細菌であれば抗生物質で死滅させることも可能でしょうしかし相手がいない病変 例えばがんのような病気だと死滅させることが難しいなぜかと言いますとがん細胞の元は正常細胞でありがんに効くといえば他の正常細胞にも効いてしまうことが避けられないからです抗がん剤の歴史を少し説明してみます初期の抗がん剤は戦争に使われる毒ガスから生まれました第一次世界大戦に使われた毒ガスの一種 マスタードガス。イプールの戦いで用いられたので、別名イペリットとも呼ばれています。一説によると、化学産業勃興期であったその頃、ろ、火星ソーダを作る上で、副産物として大量にできる塩素ガスを兵器に転用したのだとされます。このような経験はありませんか塩素系の漂白剤を使っていたら、手がヌルヌルした感じになった。あの ヌルヌルは手の表面のタンパク質が溶けている証拠です。マスタードガスはがんのできやすい部位皮膚や消化管などの粘膜あるいは造血器に障害を起こす。第二次世界大戦中にアメリカではこの造血器に対する作用細胞毒性を応用してナイトロジェンマスタードという抗がん剤を開発しました。当時 悪性リンパ種や白血病改善に助行があったとされます。これらの特性は半世紀以上経った現在の抗がん剤にも引き継がれていますところでがんに効くという健康食品には偏った見方かもしれないという前置きが必要なのですが妙に共通するベクトルがあることをご存知でしょうか栄養食品滋養食品の類は このコーデは省かせていい。たただきたい1健康食品というのに健康そうな人は用いていない2価格が高ものが多い3希少物質珍重されているというのに普通にドラッグストアで買える商品が多々ある4古来よりブラジルでインディオたちが用いていたなどを歌う商品があるが現地から来日した人たちに知っているか と尋ねると、YES と答える人は決まって、ああ、知っている。聞いたことがある。日本に来てからね、という人ばかりである。ちょっと意地悪な書き方で、関係者には叱責を受けそうです。決して否定するのが本誌ではありません。ただ、情報や根拠に乏しい製品が、時々あるので気になります。中には、本成分の水増し、 二級品への差し替えに走る狙いが何なのかわからない商品もあるようなので注意が必要です今度は本当に健康食品の中身原料に関して共通する項目を挙げてみます1天然物質由来である2栄養価は見出しにくい3細胞へおかせ重ねする性質がある4細胞毒性がある特に 34は細胞申請を抑えるという働きに通じるので効果のレベルは別としてがん抑制を期待してもおかしくないでしょう少し例を挙げて考えてみますアガリクス原竹か原竹色のキノコでアナヒメマツタケ中国ブラジルカナダなど世界中に繁殖している日本ではブラジルから持ち込まれた菌体を 1970年代後半から人工栽培している高腫瘍作用や血糖値硬下作用などが確認されてからアガリクスブームが始まった元は野生種で人工的な栽培は不向きだったのではないかと思う別件ですが昭和50年頃からブラジル原産の白ショシ指紋が健康食品として流通されるようになりました 鉄分が豊富に含まれれるという触れ込みで、健康食品販売会社が扱うようになってからは日本国内の栽培が盛んになりましたところが10年も経たないうちに鉄分含有量が原産のものよりも少ないという情報が流れ今ではパッタリと噂を聞かなくなりましたアガリクスの成分も原産と人工栽培では違いがあるように思います 数年前には副作用の情報が出ました肝機能障害他の含有誘発が起きる恐れがあるとして大手メーカーが製品の生産を中止しました不思議なことに国の調査ではすべてのメーカー品が疑われるのではなく一部だけだと言いますアガリスクの解説はこれぐらいとしてキノコは微生物の仲間ですキノコは 倒木などに寄生する食が多いその寄生された倒木はキノコによってセルロースなどの分解が早まりますつまり微生物は有機物をバラバラの無機物へゴミ処理係のような働きがあるのですもしもキノコなどの微生物がいなかったら地球上はゴミだらけになるだろうという学者がいるほどです